おはようございます。西田航です。1月22日月曜日、いかがお過ごしでしょうか当日収録しておりますというところで。まあ、体調もね、もうほぼ復活って感じですかね。うん、今日からもう、今日からもうというより、えっ、ー、と、明日、明後日からこちら、15時からスタートします。えー、ドリキンさん、石井智子さんと一緒に開催いたします、えー、LSK のフォトウォーク day 1という写真展と写真集も発売しますので、皆様のご来場お待ちしております。えー、概要欄にね、私、 は、まあ、ほぼ在、えーし,えー、しております僕は在労しておりまして、あとは石井智彦さん、並びにドリキンさんもね、多分今日ぐらいにはもう成田着くんじゃないのかなっていうとこで、えっ、ー、と、出張がうまく重なってですね、在労できることになりましたので、ドリキンさんは特に、まあ、平日はちょっと日中はね、お仕事あるんで,ですが、土日は、えっ、ーえー、と、在労可能っていうことなので、 えー、生で会えるドリキンさん、会いに行けるドリキンさんが可能ですので、皆さんもぜひお楽しみに。石井智彦さんもね、えー、と、できる範囲で在庫予定ですので、概要欄貼っておりますの、ね、で、そちらをご確認くださいというところで。本日なんですけれども、これ、ノクトン 40mmF1.2、えー、のアスフェリカル、これのは続報でございます。結構多くの方々から、これ、 マゼンタかぶりどうですかっていうね。キャノンのそうなんですよ。キャノン機の R カメラのウィークポイントって、えー、赤かぶりが出るんですよね。マウントアダプター遊びすると。唯一、赤かぶりが絶対に発生しないのは、えーと、R5 だけっていう。R5、ど、なんなんでしょうね。あの、センサーの作りが結構いいんですかね。うん、まあ、つ、あの、要はソニーっぽいというか、ソニーのセンサーって、 マウントアダプター遊び、どんなレンズつけようが、えー、素直に色が出てくれるんですよね。で、キャノンはですね、ちょっと癖がやっぱ強いのか、CMOS センサー自体が、まあ。もちろんですが、RF レンズだと問題ないんですけれども、その他のマウントアダプター経由で、例えば、l i イ a のオールドレンズとかってつけたりすると、例えば、うん、とズマロンとかね、ズマロンの 28mmF5.6 のが、ズマロンの復刻とか、僕、EOS RP とかにマウントアダプター経由で小さいからね、つけてみるんですが、もう、 周辺が盛大に赤かぶりしたりあと R6 ね R6 も結構がっつりと色かぶってくるんですよねアポズミクロンアポズミクロンは確か大丈夫だった思い出はあるんですがレンズの解像性能が高すぎるのとまあやっぱりマッチングっていうところでちょっとモアレが出たりとかね解像度が高すぎると、えー、2000万画素クラスだったりするとですね遠くにある、まあ、例えば着物の柄とかこうストライプ ストライプっていうのかな、例えばスーツとかでもですね、グレーのスーツでとかっていうふうになるとね、こう、あの、なんていうのかな、RGB がこう、色かぶりみたいな感じでしちゃうっていうね、それが、もアれっていうのがあるんですがモアモアモアと、あの、あノイズみたいなのが出るんですよ、カラーノイズみたいな。そういうのが出たりはしちゃうんですが。で、今回、えっ、ー、と、まあ、アナウンスでね、このノクトーン 40mm も 50mm も、今、2本 RF レンズ用の、えー、フォクトレンダー出てるんですが、 これが、えっと、R、EOSR、RP、そして R6 に関しては、色かぶり出る可能性がありますよ、っていう。まあ、これはまあ起点、規定路線なんですかね。フォクトレンダーでも、これようにチューンアップしようとしても、やっぱどうしても、えー、その赤かぶりが取れないってことは、なんらか、まあ、もうそういう仕組み、システムなんだってことですよね。で、今僕がですね、人仕切りつけて、えー、カード挿してチェックしたところによると、えっ、ー、と、R8、OK。 とって、開放 F1.2 だとですね、あの、これもやっぱオールドレンズの風味なんですね、ノクトンツーがね。あの、センターにピントが合うんだけど、芯はカリッカリじゃないんですよ。芯を、ちゃんとピント当たってんだけど、バーっと滲む、ちょっと滲むような感じっていうかね。なので、まあ僕がよく愛用している、えー、ライカのスチールリムとか、あの辺、あそこまでは極端に振り切ってないですが、いやまあ5 0リのプラナーとか、 F1.4 とかとやっぱちょっと近いのかなと。ただプラナーほどはにじまないって感じかな。まあ現代っぽくリプレイしてあるっていう。で、周辺効力がっつり f 1点だと落ちてきますが、どの辺ぐらいかな。2.8ぐらいから徐々に解消されてくるイメージかな。な,なんで俗にうこのノクトンもですね、赤かもしないでしょ ?R8。シック r 6ックスも OK でした。で、 面白いのは結局、解放だと柔らかくふんわりした描写が狙えて2.8、4、5、6に絞るとカチッとした現代描写が生まれると。まあ、要はまあ L レンズに匹敵するような描写ということになるので、えー、相当楽しいレンズの予感ですね。なので多分これがアポランターとかになるともう開放から絞ってまで全,全域がもうカリッカリっていうレンズ。で、この6トンになると。 解、えー、放中開放だとちょっとオールドレンズの柔らかい風合いが楽しめる。だからポートレートとか女性の肌とかには最適ですよね。あの写しすぎない方がいいですからポートレートっうのは。っていう意味であのー、まあ、最適っていうところになるんですか。なので結構1本で俗に言う2度3度楽しめる23本楽しめるような、えー、性格のあるレンズっていうことでこれから楽しめですね。ちょっとまだ こちらの言い訳人でて申し訳ないんですけども、こちらの準備だったりとか、ロードトゥーパリフォトの動画制作とかでね、えー、結構もういっぱいいっぱいになっていて、今ちょっと取り下ろしいける時間が少ないんですよね。なのでもうちょっとお待ちください。で、明日、明後日からどうしても、あのー、ギャラリーに張り付きになってしまいますから、なのでどうしてもね、ちょっとゆっくりお待ちいただければと、昨例の方はね、今日、 出れて、ちょっと撮れたら行きたいなとは思っているんですけれども、まあ、まず R3 からやってみようかなと思っておりますので、そこから出していこうかな。R3, R5、まあ、R3, R6, Mark II、R8, R5 みたいな感じかな。R5 はもうね、あの、マップカメラさんとかもやってますから、大体は皆さんで、ね、R5 につけてやるでしょうからね。だから僕は R3 からスタートしてみようと思っているんですが、 えー、単純に、えー、ちょっと時間の関係と言いますか、取りに行く時間が <laughs> 若干確保するのが、ちょっと、えー、品の技になりそうな予感がありまして。まあ、とはいえ、できる範囲でやっていこうかなと。そういったところちょっと面白そうですね。なので、まあ、取り急ぎ、えー、視聴者の皆様が、ね、赤かぶり心配されていたので、まあ、そこ問題ありませんよっていうお話でございました。なので、まあ、 まあこれから、うん、キャノン機も、まあ、フォクトレンダーですかね。僕ららスチルユーザーにとってみれば。キャノン自身でね、キャノン自体が、まあなんていうか面白いレンズ出してくれると嬉しいですが、まあ、単純にこうマニュアルフォーカス楽しいですよね。純粋にね。やっぱり。なんとか R8 でもね、こう、うん、ピントの山、うん、つかめそうな感じなので、開放でもね、 まあ、あとやっぱこうちょっとにじむ感じっていうのも面白いですしうんやっぱファインダーなかなかこうつかみやすいなっていうふうに改めて思っておりますので、えー、楽しんでいこうかなと思います結構在庫も潤沢にあるので今のカメラって欲しくても買えないこと多いじゃないですかでやっぱりフォクトレンダーのいいのは発売したらもう大体ちゃんと在庫があるっていうねどうだろう多多分分このどうですかね在庫多分まだ 前、概要欄にも一応貼っときますが、確か、えっと、アマゾンの方でも買い、すぐ買えるって、在庫あるっていうふうになっていたので、それもちょっと追って、興味ある方はぜひね、まあ10万ぐらいなので、サクッと買って、いろんなカメラで遊べると思うのでね、楽しんでいただけたらと思います。僕もちょっと楽しんでみようかなと思います。それでは、使カ方をお過ごしください。西田でした。どうも。